帯広市の隣に位置、十勝平原のど真ん中にある音更町には、モール泉で有名な十勝川温泉があります。このモール泉は、泥炭などに由来する腐食物を含むアルカリ性の温泉のことであり、植物起源の有機質を含んでおり、美人の湯として知られています。道内最後の宿泊場所として、北海道遺産にも指定されたモール泉に入浴すべく、十勝川温泉に8年ぶりに宿泊したよ。想定外の収穫があった日頃へ、後を出発します。
十勝川温泉のエリアに入ってきました。今宵のお部屋は403号室です。すでにお布団がセットされていました。窓を開けると、正面には道の駅がありました。
食後の晩ご飯は、2階レストランで、和洋創作膳を食します。何はともあれ、桜ですね。今回は瓶ビールです。まず、本日の前菜3品から行きましょう。次は、道産豚ちゃんちゃん焼きですね。失礼いたします。お作りでございます、はい、和風ガーリックソースのカルパッチョでございます。ちゃんちゃん焼きを食べようとしていたら、和風ガーリックソースのカルパッチョが来ました。海鮮鍋、塩仕立てにはうどんも入っていました。ビールの次は、増毛町にある国まれ酒造の北海鬼殺しです。年を取ってきたせいか、若い頃と比較して最近は日本酒が好みになってできた気がしますね。おいしいお酒です。デザートはプリンとコーヒーでした。完食、うまー。お腹もいっぱいになり、そして道内最後の夜も過ぎていったよ。